1930年9月14日のドイツ国会選挙は1930年9月14日に行われたドイツの国会の選挙である。国家社会主義ドイツ労働者党が第二党に躍進した選挙。ハインリヒ・ブリューニング首相が1930年7月16日に出した人頭税を盛り込んだ財政改革案は 批判を高め、ドイツ社会民主党、ドイツ国家人民党、ドイツ共産党、国家社会主義ドイツ労働者党など広範な政党の反対を受けて国会で否決された。ブリューニングはパウル・フォン・ヒンデンブルク大統領に大統領緊急連を出させて国会を無視して同法を強制的に交付、国会に立脚しない大統領内閣へのルビコンを当たった。 これに対抗して、社民党は7月18日に緊急令廃止動議を国会に提出して可決させたが、ブリューニングは同日のうちに大統領国会解散命令によって国会を解散した。緊急令廃止動議の投票の際、国家人民党内の親政府派のクーノフォンベスタープ、白尺とゴットフリートトレビラーヌスらのグループが、党首、 アルフレート・フーゲンベルクに造反して反対票を投じており、これにより同党の分裂が決定的となり、およそ半数の議員が離党して1930年7月23日に保守人民党を結成した。この党はブリューニング首相から未来の与党と期待されて支援を受けた。また国家人民党支持層のうち一定が キリスト教国家農民及び農村住民党や1929年結成のキリスト教社会人民奉仕など保守的小政党軍に流れた。それ以上に深刻なのはリベラルや中道勢力であり彼らの体調は明白だった。選挙前に中道政党を一本化する機運が高まりドイツ民主党党首エイリヒコッホベイザーは ドイツ人民党の党首エルンスト・ショルツと党を合同する交渉を重ねたが合意に至らなかった。しかし民主党は青年ドイツ騎士団とは合併交渉をまとめドイツ国家党と解消して選挙に臨むことになった。ナチ党は突撃隊の内紛を抱えていた時期であり8月1日には突撃隊総司令官フランツ・プフェファー・フォン・ザロモンが 突撃隊員を国会議員候補者名簿に加える、要要求するも、アドルフ・ヒトラーが拒絶しザ、ザロモンが辞職した。8月27日には、ベルリン突撃隊のバルター・シュテンネスらが、ベルリンを砕く指導者、ヨーゼフ・ゲッベルスに対して、反乱を起こした。ゲッベルスは、新衛隊を導入して、反乱を鎮圧しようとしたが、失敗。 9月1日にはヒトラーが自らベルリンを訪れて、シュテンネスと会見し、選挙前に騒動を起こすのをやめる、よう直接説得して、ひとまず混乱を抑えた。しかしナチとは有利な選挙戦を展開した。まず1929年以降に党員が急増していたことがある。彼らは、経済的苦境に置かれている階層が多かったにも、 関わらず献身的にナチ党のために物質的犠牲を払ったので党の財政は拡大していた。またナチ党は他党と比べて宣伝戦が宣伝全国指導部のもとに中央集権化されている党だった点でも有利だった。同党宣伝全国指導者ヨーゼフ・ゲッベルスが全国の選挙戦の指揮を取ったが彼は他党の何倍にも当たる。 数の党集会を組織することを心がけた。野外演奏会や突撃隊の行進共同の協会もので手紙作戦、パンフレット配布などを行って人々の関心を引きつけた。またこれまで一般的でなかった政治宣伝映画に目をつけ、アメリカの20世紀フォックス社の技術提供を受けて、 当時のドイツの技術力では困難だった野外でのサウンド映画を可能にして政治宣伝映画を盛んに放映した。宣伝内容もヤングアン反対や公的生活に特殊利害が蔓延していることへの批判など全国民から幅広く共感を得やすい問題を一点集中で取り扱うようにし意見が分かれる反ユダヤ主義宣伝は ユダヤ人の経済支配を批判する訴えにとどめた。社会では、世界恐慌による不況で、資本主義の失敗が叫ばれており、こうした盲目的な反資本主義思想は、国家主義や反ユダヤ主義と結びつきやすく、これが、ナチ党の民族共同体のスローガンに大きな魅力を与えることになった。特に若年層が、ナチ党や共産党など、 急進的反対党を支持し、一方社民党やブルジョワ諸政党は高齢化が深刻化していた。また豊かでない農村地域では、急進的反対派が形成され、国家人民党の農業を基盤とする有権者総会体とナチ党の農業組織の進出が起こった。9月14日に選挙が行われた。選挙の結果、ナチ党が、 得票率18.3%を獲得し、改選前12議席から107議席へ大躍進して、社民党に次ぐ第2党になった。ブリューニングが所属する中央党は68議席にとどまった。国家党と改名していた旧民主党は合併効果を得られず20議席にとまった。人民党も大きく後退し、 三分の一の議席を失って三十議席となった。党が分裂状態になって議員の半数が離党していた国家人民党は改選前に比べると大幅に減る形となったものの改選前の半数は超える四十一議席で踏みとどまった。一方ドイツ中産階級帝国党やキリスト教国家農民及び農村住民党など実利政党は 全体で14%の得票を占めており、とりあえず注目すべき成果を残した。左翼政党では、社民党は、得票を落として10議席減らして143議席に、止まった。一方共産党は、得票率を増加させ、23議席上積みして77議席となった。社民党の創出得票は、共産党が吸ったと考えられている。 この背景は、世界恐慌による不況で国民が急激な変化を求めており、左右両極が伸びやすい状態になっていたことがある。共産党よりもナチ党が顕著に躍進したのは、共産党のように不況の罪を、抽象的に、資本主義に帰するより、ナチ党のように、ベルサイユ条約やヤング案等具体的なものに求める、方が、国民に理解しやすかった点が指摘されている。 ブリューニングが将来の与党として期待を寄せていた保守人民党は全面的に敗北しわずか4議席しか取れなかった。彼らは大統領不強化のために働いたのに選挙戦中、ヒンデンブルクが彼らのために指一本動かそうとしなかったことが大きかった。改選後の国会議場左側を 制服姿のナチ党議員が占めている1930年10月14日に国会が召集されると国会議事堂前で突撃隊員たちがデモを行ったが立ち入り禁止区域に入って警官隊に追い払われたことで街頭へ流れ出てそこでユダヤ人商店街を襲撃する事件を起こした国会内でもナチ党議員団は当時プロイセンで 禁止されていた突撃隊の制服を着用して出席したり、ことあるごとに不信任案を提出したり、疑似妨害を図ったり、ヤジを飛ばしたり、傍若不人な振る舞いが目立ったため、国家人民党と共産党を除く、議会主義政党は、議会政治防衛のための結束力を高め、ブリューニングの牽制は一時的に強化された。社民党も、経済を呼び、 財政安定のための大統領緊急令が出た時には自己承認するようになり先の財政案を一層強化した1931年に予算案も賛成した議会政治そのものを否定する勢力を抑え込むために社民党としてはブリューニングに寛容路線を取るしかなくなった各選挙区の最多得票政党とその得票率ありがとうございます